駅前景7軒茶屋駅7軒茶屋駅は、広島県広島市浅南区緑井、e、7丁目にある、西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は、JRB10。駅名は、かつて7軒の茶屋があったことに由来する。壁方面に向かって、右側に、一面一線の単式ホームのみを持つ、地上駅。ホーム北側にある駅車内には、 簡易式自動改札機と自動券売機がある。壁線は運行されている列車の多数が2両編成で、あるが、朝夕ラッシュ時や山陽本線やクレ線からの直通列車が壁線に乗り入れる場合に4両編成で運行されている。2008年3月14日までは、ホームの長さが3両分しかなかったため、4両編成の列車では一番。 広島寄りの車両のドアが開かなかったが、現在地へ移転した3月15日からは4両編成の列車でもすべての扉から乗り降りが可能となっている。またこの日から無人駅となった。なお、駅移転後もトイレだけは以前の駅位置に残されている。移行かが利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。以下の情報は、 広島市統計省及び広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車辞任は乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度枚総数を365で割った後で、さらに2で割った値を小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである。ありがとうございます。